別居説もささやかれた小室くん、一体何があったんでしょうか。小室圭さん弁護士4ヶ月でスピード出世と、どこが転勤と真子さんの自己実現の狭間で別居の可能性。今年2月ニューヨーク州弁護士として登録された英宮家長女真子の夫小室が6月中旬勤務先の法律事務所ローエンサイサンドラで新たなセクションに移動していたことが明らかになった。これがたった4ヶ月で、可能性としては左遷、しかしながら3ヶ月で左遷っていうのもあれですね。しなおかつテックグループのロークラクムの多くを所属していますから、始まりの部署みたいな可能性もあるんですね。最初から4ヶ月見越してたのかもしれませんけどもね。小室さんの新たな所属先は世界貿易と国家安全保障のセクションだと。輸出入や投資に関して企業に法的なアドバイスをする部署で、グローバル企業が主要顧客、国家間で異なるルールをクリアしながら貿易や投資をスムーズに進める重要なセクションです。今年3月、小室さんの勤務先の事務所では16名ほどのパラリーガルやアシスタントがリストラされたと言われただけに、小室はまた弁護士になって4ヶ月足らずの新米にかからず、事務所からの期待が大きいことが伺えます。事務所からの期待なんてないと思いますよ。小室圭のでバックについている機関、ローエンサインサンドラーは求めてるんじゃないんですか。重要なセクションのためか、小室さんの移動は栄転と報じられていますが、それは勝手なイメージでしょ、ね、小室さんはまだプロフィールすら変えれないわけですよ。自己紹介と自己アピールにもなるんです。それが M&A に特化した説明になってるんですよ。ですからこれは小室の意思ではないと思います。栄転では少なからずないと思います。そこしか生かすところがなかったのか、まあ、最初からそういうつもりだったのか、まあどっちかだと思いますけど、女性セブンによりますと、この部署移動によって真子との別居が強いられる可能性があると。これでネットは賑わったんですね。出世かっこ笑い、そして別居みたいな記事もバンバン出たんです。まとめブログとかがネタにされてました。小室圭さん、真子さん夫妻、早くも別居の可能性と言われてるわけなんですけどね。で、車で4時間半のワシントンが主要勤務地、主な勤務地が現在夫婦が暮らすニューヨークから車で4時間半ほどのワシントンにある、まあ、ワシントンに行くにはコロンビア特別区のディプロマが必要です。司法試験に受からないと困るわけですね。それがないとお仕事にならない。ワシントン DC にディプロマもないまま行っても連絡員として変わらないようですね。パラリーガルみたいなですね、仕事になってしまうわけなんですよ。ワシントン DC に資格がないまま行ったらそれはロークラックですから、以降が行かないがその変わらないのかなと。仮にワシントン DC に行って単身赴任して別居するみたいな感じならば、まず出てくる動きとしてはワシントン DC の司法試験を受けに行くんじゃないのかな。また同じことやるんですか。まあ、しかしローエンサインサンドラの弁護士さんは複数の州の資格を持っている人がいっぱいいます。ドリーンさんとかは7州8州ぐらいの資格を持たれていますし、それがキャリアアップの条件とも言えるかもしれませんね。ニュージャージー、ニューヨーク州の資格を持たれている方もいらっしゃいます。小室くんが行った部署にはニューヨークとワシントンを行き来するような弁護士さんもいらっしゃるんですね。その方は両方当然ながら資格持ってます。どこの拠点によるかで資格は変わってくるんでしょうね。また試験を受けるんでしょうか。2021年の結婚から今年10月で2年が経過する真子さん夫妻、3回目の受験で晴れて弁護士になれたことで、小室の給料はパラリーガル時代の 3,4 倍ほどになっていると。インフレが進むニューヨークで不安視されていた夫婦の生活基盤は整っているため、日本から移住後に暮らしていた狭めのマンションからの転居も報じられた。結局引っ越したんですかね。ちょっと曖昧ですね。夫婦の移住後の生活を在ニューヨーク日本国総領事館がしっかりサポートしている上に、かねてから美術関連の仕事を希望している真子さんが、コネのあるメトロポリタン美術館への就職がささやかれていただけに、真子さんだけはニューヨークに留まるんではないかと言われています。僕の予想はどっちも留まるんじゃないのかなと思いますけどね。ワシントン DC に行くにはニューヨーク総領事みたいなものを作らないといけないですし、支援なしではこの方々は生きれないと思いますから、支援体制を構築し直さないといけないですから、それも結構大変だと思いますので、ニューヨークにいるんじゃないですか。ニューヨーク総領事を身内にしたことにもあらぬ注目を招いたのに、さらにワシントンまでというわけにはいかないでしょうと。ジェトロワシントンないんじゃないですか。まあ、森さんがまたワシントン行くんですかっていう話になってきますからね。それはないでしょうと。大丈夫かと、早くも別居へとか不仲説ですよね。しかしそれを打ち消すような写真が出てきたんですね。ちょっと驚きましたね。ドキモを抜かしましたよ。この満面の笑みですね。週刊新潮の4月13日号にこの写真が載ってるんですよ。前写真がいっぱいありましたよね。例えばこちらとか、こちらムスッとしてるわけですよ。これは右側が新潮で3月の写真らしいです。左側が4月の写真らしいです。季節感的でそんなもんなんでしょうな。そしてこの写真2月でした。これ最新の写真ではないですね。
時系列で言うとこれが3月で、これが4月ですから、どんどん顔つきが怪しくなってきて、最後はどこを向いてるか分からないような写真が出てくるんですよ。だからちょっとね、お手手も握ってないし、もう顔も笑ってないし、そろそろかなと、まあそういうお話も囁かれてきたんですけども、いやーこれなんですね。でもちょっと怪しいなって思うんですよ。目つきがね、誰はばかることなく肩寄せ合って笑いながら歩けるというのは、彼らがすっかりこの町の住人となった証で、喜ばしいことなのであると言いつつ、実は笑ってばかりでもなかった。昨年10月に3度目の正直、ついにニューヨーク州の弁護士試験に合格して、今年2月に晴れて弁護士登録された小室圭と妻の真子、共に笑いが止まらんというのは分からんでもなくて、ネット民やマスコミに向かって、ざまあみろと言いたくなってしまうのは行儀が良くない人の差がなので、きっとこの2人には当てはまらないと。当てはまりますでしょうね。でもこれさ、やりすぎじゃないですか。よく見てください。小室くんの目さ、真子さんの方向に顔向けてるんでしょ？小室の黒目が首の方向で反対の方向向いてるんですよね。だからこれを再現してみますけど、結構苦しいんですよね。し、なおかつ、なんかカメラ目線じゃない？マコさんもめっちゃわざとらしくないですか？絶対カメラ意識してんじゃないのかな？小室くんってよくやりますよね。例えばこれなんて撮られに行ってますよね。だって明らかにこっちの方向向いてるじゃないですか。しかも機嫌いいですよね。前にカメラが絶対あるはずで、小室さん本来ならば記者に対してはかなりムスッとした対応で、まあ、どっか行くわけじゃないですか。よく塩対応とか見られてきたと思いますけど、結構ご機嫌いいですよねって考えると、なんかちょっと撮影会みたいな感じざるを得ないなと。ちょっとわざとらしくないですか。じゃあ目的としては不仲説を打ち消したいのかなとか、ちょっと考えすぎかもしれませんけど、そういう狙いもあるかもしれません。こんなさ、だって歩いてるんですよ。こんな歩き方するこんな歩き方してるやついます？で、3月資格を得て仕事量が増えたのか、 K さんは少々お疲れの模様と。それがこの右の写真ですね。マコの気遣うような視線が優しい。いや気遣ってないでしょこれは。お前なんやねんっていう感じだと思います。そして6月一点って書いてあるわけですね。ちょっとわざとらしいな。やっぱデイリーメールとかもやらせって言われてたわけですよ。実はこの頃彼の仕事に大きな変化があったのだ。それは事務所での配置転換。これまで企業法務担当だったのが国際貿易及び国家安全保障担当に変わったのだと。字面が想起させる昨今の米中対立、対ロ制裁の状況に鑑みれば、一層シリアス、ますます過酷な職務が推察されると。収入が増えても服装が華麗になるわけでもなく、嫌味を 言われておりますが、いよいよ自然体で街に馴染んでいく2人と。違和感だらけですけどね。しかもここで気づくのが、常に K さんが車道側を歩いているという細やかな心遣いで、今回の配置転換が事前に知らされなかったとはいえ、身長が書いてますね。今回の配置転換が事前に知らされなかったとはいえって、じゃあ複数の週刊誌が書いていた小室の希望によるものなんでしょうは打ち消されるんじゃないですか。でご覧になれば、遠く離れたエイミアご夫妻もきっと安心されるに違いないと。というわけでこの写真はちょっとね、驚きましたね。どうしてしまったんだと。やらせか、もしやらせたらなければ真子さんは救いようがないなと思ってしまいました。目覚めることはもうないのかもしれません。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら、じゃあね。